ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻7時51分です。おはようテラちゃん。この時間からコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。読売新聞からです。ウクライナのゼレンスキー大統領、昨日日本の国会でオンライン形式で12分ほど演説をしました。岸田総理ら500人を超える国会議員を前に、日本を意識した共感しやすいこの表現を重ねて支援強化を呼びかけました。で、世論喚起を通じてですね、必要な支援をこの引き出す狙いがあるということです。アジアで初めてロシアに圧力をかけ始めたのが日本だ。侵略の津波を止めるためにロシアとの貿易禁止を導入しなければならない。ゼレンスキー大統領は日本の援助に謝意を示してロシアへの経済制裁を評価しました。あと日本をですね、アジアのリーダーと表現した上で制裁の継続、あと強化を求めました。そして戦争後の避難民の帰国、ウクライナ復興でも日本への期待をにじませました。こういうこれだけが全てじゃないんですけれども、こういう話が出てきたということですが、藤井さん、改めてこれいかがですか。今回ね、こういうことをおっしゃるだろうと思ってましたけど、やっぱり一番、着目してたのが、アメリカで、ゼレンスキーさんが演説をしたときに、9.11 や真珠湾攻撃のようなことを僕たちやられてるんだ、それを思い出してもらいたいと、腹立つだろうみたいな話を、されてたんですけど、僕はそれはもう言語道断だと、9.11 と、真珠湾攻撃を同列に扱うっていうのはどういうことやという話は、僕は言ったり書いたりとかしてるんですけど、それと同じようにですね、そこまでおっしゃるんだったら日本でも何か言うのかなと、東京大空襲なりね、広島とか長崎とか、民間人がもう、だってまさにそれじゃないですか。アメリカはあれはパールハーバーは、軍施設ですから、そうですね、民間に対する無差別攻撃っていう、無差別殺人、無差別攻撃っていうのはもう明らかに、パールハーバーよりも真珠湾よりも、東京大空襲とか広島長崎の方が、合致してるわけじゃないですか。でおっしゃるのかなと思ったら言わなかったんですよね。どういうことやねんと、なんかそれはポリコレ上日本のことをそういうのはあかんけれど、ポリコレ上パールハーバーを言うのはええと思っとるんかと、これは非常に私は憤慨しますね。これはもう許せないですね、こういうのは。ゼレンスキー、昔前田明が猪木に対して、猪木だったら何をやっても許されるのかという言葉があったんですけども、ゼレンスキーだったら何をやっても許されるのかと、僕はその点に関しては思いますね。いろんな論点がありますけど、僕はその点に関してすごく注目してましたから、そのパールハーバーのことを言ったんだから、アメリカで、日本でそれに対応する、あるいはそれ以上にふさわしい比喩を使わなかったということに関しては極めて遺憾ですね。あと日本側ではですね、原油液化天然ガスを生産する極東の資源開発事業サハリン1サハリン2からの撤退といったこの具体的な要求もなかったということですね。これは簡単に言えば、だからそのまだサハリン1からは、原油もらってんじゃん、もらってるに買ってるじゃないかと、このあたりもしっかりしろみたいに言われるのかなというね、この推測もされたんですけども、ここはスルーというか、そこまで、主権の問題ですからね、主権の問題ですから、なかったということですね。ロシアっていうのは、今国際的には非常に悪いと言われていますけれども、完全なる悪の存在ということでもないので、例えばドイツでも方向を転換するとは言ってますけども、付き合いを完全になくすと言ってるわけではないですからね。
さてそんな中ですね、鳩山元首相が昨日自身のツイッター更新して、ウクライナのゼレンスキー大統領になぜ外交努力をしなかったのかと疑問を投げかけました。ゼレンスキー大統領はこの日日本の国会でリモート演説を行って、鳩山さんはですねこのツイート、演説前の演説は6時からでしたけれども5時19分に投稿されていました。鳩山氏、ウクライナのゼレンスキー大統領が国会で演説するという私は聞きたい、なぜ彼はロシアの侵攻を止める外交努力をしなかったのかと問いかけたということなんですね。ゼレンスキー大統領、欧米各国の議会で演説をしてロシアの侵攻を止めるために協力をするよう呼びかけています。まあ、しかし鳩山氏は熱狂の先に平和はないと断言、今日本人に必要なのは誰を支持するしないと叫ぶことではなく冷静になることである、そしていかにして平和を作るかに協力することであるとしています。鳩山元総理がこういう投稿をしたということなんですが、内さんこれどうでしょう。まあ、言論の自由が、ね、はい、ありますから、この政治家の方がいろんな見解を表明するのはそれ自身は、ね、はい、大変結構なことだと思いますけれど、でしかもですね、なぜ外交努力をしなかったのかっていうのを、してないという前提ですけど、はい、まあまあそこを、まあ、鳩山さんはしてないと、まあ、評価したということですよね。でこちら鳩山さんちょっと置いといてですね、まあ、今回戦争になっ、これ全然別ですよ、鳩山さんと、はい、戦争になったことの経緯はね、当然ながらプーチンがもう悪いことしよったんやという見解が主流で、まあ、あり得るわけですけど、はい、戦争というものが起こるには、まあ、いろんな背景が、まあ、あって、まあ、簡単に言うと、まあ、一つの見解としては、ウクライナがアメリカとに近づきすぎる、あるいは NATO に入ろうとしすぎるということが、まあ、なければこういうことが起こってなかったというのは、はい、もうこれをみんな知るところで、でもまあもちろんそのウクライナにも主権があってアメリカに近づく、 NATO に近づくということを選ぶことだって当然できるわけですよね。でウクライナはまあそうしようとしたということもあるだろうし、 NATO もアメリカも手を出したという側面もどちらももちろんまあ、あって、はい、でそうするとロシアを刺激するということもこれ分かっている話で、ですからそこで、外交努力が必要であることは論を待たない、はい、わけで、その外交努力いかんによっては戦争というものを回避、あるいはもっと延期、あるいはソフトにするということも当然可能だった、はい、はずで、まあ、それはもう誰もが思っていることですからね、はい、でそれを、まあ、やらないという選択をしたのか、はい、本当は、できるのにサボってたのか、それはちょっとわからないですけど、ということですね。はい、間もなく8時です。8時になりました。3月24日木曜日8時になりました。おはようございます、寺島直政です。日差しが眩しくなってきました。浜松町は 5.7 度です。今日の関東は晴れるところが多いでしょう。ただ午前中内陸部中心に濃い霧のかかるところがありそうです。最高気温、東京都心が16度、横浜15度、埼玉17度、昨日より5度以上高くなるでしょう。なお午後は南部でにわか雨の可能性があります。明日は日中いっぱい晴れて最高気温は今日より高くなりそうです。東京地方、今日は晴れのち曇り、明日は晴れ、現在濃霧注意報が埼玉県と栃木県に出ています。今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授藤井聡さんです。産経新聞から、東京電力と東北電力の管内で発令されていた電力需給逼迫警報が昨日全面解除されました。先週水曜日、福島県沖の地震の影響で電力の供給力が落ちていたところに悪天候や気温低下が重なって、一時は広い範囲での停電が懸念されていました。まあ、今回急場をしのいだとはいうものの、家庭あと企業のこの節電に頼った
った側面もありまして、電力の安定供給のあり方に課題を突きつけた形とも指摘されています。藤井さん、これ、はい、電力需給逼迫警報っていうのが、ねうんうね、出た時にはこんなのあったんだみたいに思いましたよ ね、 この間の昨日ですか、おとついかな、はい、その 中田町の自民党とか行ってみたら真っ暗でしたね、はい、だから一応こう、廊下の電気消してるんですね。消してたんですね。消してるんですね。まあ、節電なんやって言ってね。はい。で、日本人はもっとね、この電力っていうのがもう当たり前のように思ってますけど、はい、すっごい高度なシステムとものすごい電力会社の努力の上に、はい、奇跡的にずっと供給され続けてるんだっていうね、この事実をしっかりご認識いただきたいですね、でかつそのシステムっていうのは地震でこう今回のように、はい破壊されてしまって、まあ、北海道で実際一回ブラックアウトしましたね、東日本大震災だって計画停電したじゃないですか、はい、で福島地震の時に、まあ、新橋だなんだとか停電になったじゃないですか、非常にね脆いもんなんだっていうことをねしっかりご認識いただいて、我々の文明っていうのは電気がなかったら何にも動かないっていうことになってるんだっていうね、この当たり前のことをね、忘れないでほしいですね、はい、で注意をして電力システムの脆弱性対策強靭化っていうのをやらなあかんなっていうふうにね、常識としてご理解いただきたいですね、国民に、はい、ぼーっとしてなんかもうビジネスしたらええねんか、自由がでも何でも、まあ、安かったらええんちゃうんか、はい、みたいな言ってるのはもう極めて下品で、下劣で、はい、愚鈍で、愚かなことなんだと、はい、いうことをね知ってもらいたいなと思いますね、はい、まあ、先週1週間前ですが藤井さんからね、この電力というのは需給のバランスで、奇跡のように成り立ってるっていうお話を、これおそらくラジオを聞く方も感動したと思うんですけども、もう簡単な話じゃない、そうだったのかみたいなね、これ電力村の人は全員常識で知ってるんですけど、ちょっと村から出ると全く知られてない事実なんですね、不思議なもので、で今回この電力需給逼迫警報というのがですね、東京電力管内、まあ、一時は東北電力管内でも発令されましたけども、まあ、ここで、また分かったのが改めてなんですけども、はい、この東と西で周波数が違って60と50とかね、あとその変電所のキャパがあるから210万キロワットぐらいしか現時点でも融通ができないと、まあ、これは増やしていく予定だけども、まあ、今回は具体的にいくとこの東京電力管内だと400万キロワットぐらい足りないっていうふうに、でこれで1割ぐらいこの家庭内市は企業が節約してく節電してくれるとなんとか収まると思ってたのが、この家庭の節電が3割ぐらいにしか収まらなくて、で揚水発電して必死にこうこらえてたと、だからこんな時にもうちょっとこの西と東の融通ができればなんていうのが初めてまたここで分かってきて、まあでもね、それは 3.11 の時もそれ問題になってね、そうだったんですよね、散々議論してたんですけど、あれからも11年ですよね、僕のその列島強靭化10年計画の重大な主張の一個がそこの東西の、キャパですよね、今200キロマットっていうの、はい、でこれ拡大しましょうということなんですけども、まあ、全然、まあ、全然と言っていいですよね、進んでないですよ、高田が200万キロワットって言ったら、まあ、原発2発2つぐらいって感じですからね、発電所2つっていう感じですから、そんな金もないんですよ、アホ、いやいやいや、ここまでねもうキリキリしててなんでやってこなかったんですかねみたいな気持ちですよ、で首都直下地震なんて言ったらもう、そら、湾岸沿いにいっぱい発電所ありますからね、はい、なんかその全部止まりますから、でも全然足らないですよ、はい、だから大変だ大変だって言ってる割には全然対策が特に電気に関してもですね、だから、結局はプライマリーバランスなんですよね、そんな国民の安定供電力の安定供給よりも財政規律の方を日本政府は守っとるんですよ、あかん言うてんで、今回この電力需給逼迫警報が出た時っていうのは、具体的には気温も下がって天気も荒れると、だから再生可能エネルギー、例えばその太陽光発電だ、点で役に立たないっていうね、これも現実なんですよね、だから例えばね、東京電力管内にはなんか大型この発電の18
個分ぐらいあるぞみたいなことも言われてましたけど、天気悪かったら何にもないんですよ。何にもなんないんですよね。もうこれもこの辺の需給の、ね、バランスを取るって電力の重要な話があるんですけど、はい、これあの発電の専門家の方やったらみんな知ってて、普通の人知らないのはね、電源にはベース電源と非ベース電源っていうのがあってね、はい、このベース電源っていうのはずっと流れてる電気 で、はい、で非ベース電源っていうのはその風力とかとかなんですよね、はい、太陽光とか、あるかないか分からないやつですよね、それは昼間は必要使うこともあるけど夜はいらなかったりとか、はい、まあ、するんですけどね、でベース電源が必要なのにも風力とか太陽光はもうベース電源に使えないんですよ、はい、価値は非常に低いんですよ、そんなもん同じ値段で売ってるどころかフィット制度で高く売れるわけですからね、高くなった分誰が負担してるのかって電気料金に入ってるんですよ、加算されてるんですよね。そうそうそう、もうね、アホ、まあアホ、もうこの制度 ね民主党ね、まあ、いろいろ腹立つことしとったんですけど、はい、これは民主党やりよったんですよ、フィット。あ、そうですか。これでもうね、電気料金上がって、これがね、はい、あのコストプッシュインフレっつってね、はい、悪性インフレをもたらしてて、ね、これでもうなんか太陽光発電とかをやるその孫正義とかね、なんかああいうなんていうんですか、投資家がフィット制度で金儲けれるなって言って、フィット制度使ってもう濡れてたビジネスやっとるやついっぱいおるんですけど、その金払ってるのは一般庶民です。そう、我々なんですよね。増税されてるんですよ、孫正義増税、とも言えると。そうそう、投資家儲けたろう増税ですよ、アホちゃいますか。いや、だからこれが現実だってことなんですよね。あれはパーなんですか、アホちゃいまんねん、パーでさんまさんになっちゃいますから、さんまちゃんになっちゃいますね、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。テラちゃん文化放送、テラちゃんおはようテラちゃん。時刻8時14分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。朝日新聞、高騰対策、灯油重油も議論。自民公明国民民主の3党は昨日、原油高対策を具体化する検討チームの初会合を開きました。これまでのトリガー条項の対象のガソリンと軽油に加えて灯油と重油も議論することで合意。ただ価格の乱高下を防ぐ仕組み作りなど課題は多いようです。国民民主党と公明党が求めているガソリン税を一時的に 25.1 円減税するなどのトリガー条項の対象、ガソリンと軽油のみです。灯油と重油、それほど税金が課せられておらず、減税できる余地がほぼないというためなんですけれども、まあ、しかしですね、灯油は寒冷地の暖房需要、重油は銭湯やクリーニング店、ビニールハウスなどに幅広く使われ、影響が大きいことから対象を広げることにしたということなんですが、この動き、藤井さん、いかがですか。まあ当然ね、やっていただくのは大変結構なんですけど、はい、まあ、税金の割合が低いんだったらそのトリガー条項で、はい、対象する、対象とするっていうことであれば、まあ、効果はちっちゃくなりますよね。だから軽減税率のね、消費税の軽減税率の対象品目に、はい、エネルギーを入れるとね、すごい楽なのかなと思いますよね。そうですね。まあ、もちろん軽減税率というか減税したり、全体の減税とかあるいは凍結が一番いいんですけど、まあ、速やかにエネルギー対策やるんだったら軽減税率法の法律があるんですからね、それで最大 10% 引けますから、それもやればいいですよね、っていうかそうやっとけよって思いますよ ね、 そうですね。最初からエネルギーなんて大事なんだから、で、灯油と重油補助金を出すことになりそうで、現在行っている石油元売り各社へ最大25円を補助する激変緩和措置を継続させて実現させる方向となったと、補助金が3月末までの事業で政府は4月以降も継続させる考えではありますが、トリガー条項と両立させるのかどうかの判断、
これが必要となります。補助金とトリガー条項は仕組みが違うためにうまく両立できるのかという点があるということなんですがね、うん、まあ、両立はやろうと思ったらそれはできるんですけど、ね、あ、まあ、やろうと思えばできる、はい、やろうと思ったらそれ何が問題なのかちょっとよくわからない、ところが、ありますけど、これでもこんなえちらおちら議論しててね、はい、あのいつすんねんっていう、いやそうなんですよ、スピード感が全然見られないんですよ、ね、全然ないですね、なんか何なんでしょうね、もうシンゴジラで、はい、の A っていう映画でゴジラがなんかビル潰そうとしてる時に、撃つかどうか撃ちますか、でもこれ売ったらこれ動物だったら動物愛護協会とか怒らないですかねみたいな、いやいやそこはでもこれは動物かどうか怪獣かどうか分かんないぞみたいな議論をしてるっていうシーンがね、はい、あったんですけど、まあ、あれそのものですよね、日本はほんまそうするんですね。そうなんですね、まあ、だからこれいろんなうがったこの見方も出てきてね、このやるぞやるぞって言っといて、結果あの気がついたら参議院選挙を迎えてるみたいなね、でその後知らんみたいになったらもうこれ怒りますよね、そうです、本当そうなんですよ、だって選挙対策なんですから、はい、もう全部あのマンボウだとか緊急事態宣言だとかもう全部選挙対策でやっとるんですからね、本当ね、もう道を極めてらっしゃいますね、極道、はい、そうですね、道を極めてらっしゃいます、はい、いや道を極めてらっしゃる、道を極めてらっしゃいます ね、 ね、はい、続いてはこちら、読売新聞、物資の他国依存リスク、半導体などの供給網の安定確保を目指す経済安全保障推進法案、昨日衆議院内閣委員会で質疑が行われ実質審議入りしました。小林経済安全保障大臣はウクライナに侵攻したロシアへのエネルギー依存をめぐって世界各国で重要物質の他国依存に伴う供給リスクの高まりが顕在化していると述べて法案の必要性を訴えました。で法案は、4本柱で構成されています。まず1本目がサプライチェーンの確保ですね、この部品の供給等々のことです。で2つ目基幹インフラ設備の事前審査、3つ目が、先端技術の開発、4つ目が特許非公開、この4本柱で構成されるということですが、藤井さんこれはいかがでしょうか、まあ、これはね、まあ、やりゃいいんですけど、やりゃいい、はい、あの全国世界各国でね、重要物資の他国依存に伴う供給リスクの高まりが顕在化している、まあ、まさにおっしゃる通りですよ、はい、だったら普通は自給率高めろよ、まあ、っていう話ですよね、でこれあのその法案のこの4つねこれ入ってないんですよね、はい、一応一番目のサプライチェーン確保っていうのはそれチックなんですけど、それっぽいんですけど、これね、世の中見るとそのこと言ってん違うんですよね、はい、自給率はこのままで、そこちょっとアンタッチャブルにしといて、まあなんかいろんなところから輸入できるようにしようとか、あるいはそこから安定的に優先的に輸入輸出してもらうようにしましょうとか、そういうね耳っちい話で、はい、お前男だったら一人で自前で生きてけよお前みたいな、お父さんがね息子に言いそうなね、自分で生きていかないとダメだろ、全部お父さんに、お父に頼るなお前、言うじゃないですか、はい、お父ちゃんね、暴れ八丁のお父ちゃんみたいな人、そうですね、過去のドラマとかそうですよね、そうそうそう、お父ちゃん情けなくて涙出てくれみたいな、もう特に昭和あたりはそうですから、そうそうそう、で、はい、それやらないんですよ、そこやろお前っていうね、何が経済安全保障の法律だお前は、ってね、いやだから他国依存は大変だって言っときながら、もっともっと広げてみたりとかね、依存の場所を何や、そこかいみたいな話になるなと、僕はこれの議論聞いていつも思いますね、そしてその安全保障上重要な設備の導入で虚偽の届け出をした企業などを対象に最大で懲役2年以下のこの罰則が盛り込まれています。2022年度以降段階的に施行すると。あと企業への罰則、これをめぐっても議論が交わされ、政府は当初供給網確保を担う企業が国の調査に応じない場合に30万円以下の罰金とする案を検討しました。公明党経済界の反発を踏まえて供給計画の認定を受けた企業が調査に応じない場合に絞り込んだ形というんですけどね。まあまあそうですよね、まあ、まあ簡単に言って発電だから東電とか関電とかっていうことにはまあ当然これ、そんなところがメインのあれになってきますけど、
いや、まあ、締め付けるのもよろしいけど、うん、いえいえ、それもっとこうエネルギー政策として国策として安定供給のためにできることが政府あるでしょうと、はい、だって公共事業でやればいいんですから、その西と東のその、あ、そうですね、その変電とかね、その変電もね、変電の周波数の、はい、ものすごいお金かかるんですけど、はい、そこはもう政府がお金かけたらいいやないかと、はい、どうでもかんでもないぞと、いうことなんですけど、それでやったらものすごい安定しますよ、供給とかね、はい、そういうのやらない、うん、メタンハイドレートをもっとこう開発するとかもやらないですよ、はい、原発再稼働したら、ね、それやらないです、でモンジュも止めとるし、はい、もうなんか、なんかもう大怪我してもう血めっちゃ流してんのに、あのバンドエイド貼っとこうかって言って、なんかすり傷 みたいにこうなんかピラって貼られたって、そんなもんすぐピラって剥がれますよ、そんなもん、はい、手術してくれっていう話をしてるんですけど、だ的確な判断が、まあ、残念ながらできていないってことなんでしょうね。できてないと思いますね、ちゃんと治療してくださいよと、はい、超薬医者。続いてこちら、日本経済新聞、防衛費中国の5分の1装備や戦略の検討急務。ロシアのウクライナ侵攻を受けて防衛費軍事費を増やす国が相次いでいます。例えば GDP 比で 1% 台を維持してきたドイツは 2% 以上にすると発表しました。東アジアでは中国の軍事費が日本の防衛費の5倍を超えるに達するだけに、この日本もですね、今年の末までに防衛費の増額、装備戦略の拡充を検討します。一方、日本と同盟関係にあるアメリカは中国の3倍の規模を誇ります。まあ、とはいうものの、全額を東アジアに投入するわけではありません。ロシアのウクライナ侵攻でヨーロッパを増強する見通しで、中東も警戒領域にもなります。でもちろんアメリカ本土は最優先で、日本にとって厳しいのが軍事力を誇る権威主義国家が東アジアに集中していることです。台湾統一を国家目標に掲げる中国、核ミサイルの配備進める北朝鮮、ウクライナに侵攻したロシア、今いますね。で、中国とロシア、北朝鮮がさらに関係を深める、こういう懸念もあります。で、日本は従来防衛費の目安が GDP 比 1% 以内でしたが、最近は中国や北朝鮮の脅威で空気は変わってきています。自民党は去年の衆議院選の公約に 2% 以上も念頭と記して、岸防衛大臣は今年1月に GDP 比は他の主要国より低い 1% 以内に抑える考え方は取っていないと述べています。この日本の防衛費なんですが、藤井さんいかがでしょうか。僕はこれ参与の時ね、はい、この問題は、まあ、長く取り組んだわけですけど、今ではもうずっといろいろと、はい、まあ、発言は繰り返してるんですけど、これ GDP 比 1% 枠があるってみんな思ってるじゃないですか、これね、間違いです。間違いです。間違いです、はい、なんでかって言ったらそんな枠も関係ないです、はい、関係があるのはプライマリーバランスの方です。そちらなんですね。プライマリーバランス黒字化目標があるから、はい、今も GDP 比 0.9% ぐらいなんですよ。あの国内だけに限って言ったら、アメリカへの思いやり予算を除いたら 0.89% ぐらいなんですよ、はい、でアメリカへの予算とかも入れたって 1% 切ってるんですよ、だからキャップとして機能してないんですよ、その GDP1% って、はい、だからそのよその国がね、その防衛費の GDP 比枠っていうのがそれを撤廃したらそこに近づくんでしょうけど、日本は近づけられないんですよ。そのウォールマニアの前にウォールシーナで止まっとるんですよ。もう意味わかんないですよ。もうそこで止まっとるんですよ。だから、はい、もうプライマリーバランスの方が低いんですよ。それが現実ってことなんですね。そうなんですよ。だから我々議論すべきは、プライマリーバランス規律を議論しないといけなくて、はい、それさえ議論できたら 1% なんてもうすぐいけるし、でかつもう 1% の枠っていうのは、これおっしゃってるようにね、はい、防衛省としては日本国政府で GDP 1% に抑えるという考えはもう撤廃してるんですよ、はい、1% 超えれるんですよ、だからね、敵はね、その GDP 1% じゃなくて、プライマリーバランス黒字化目標を立ててる財務省、はい、並びにそれを支援している鈴木財務大臣、並びにそれをさらに全体的にサポートしている岸田総理自身が敵なんですよ、はい、財政収支で、
もうそこに目がいっちゃってるってことなんですね。基礎的財政収支、はい、ちゃんとやってもらいたいですね、で主要7カ国は日本以外がすべて、ま、NATO 北大西洋条約機構に加盟しています。ま、ヨーロッパではないアメリカとカナダも NATO メンバーなんですね。で30カ国に及ぶ加盟国のうちどこかが攻撃を受ければ全加盟国への攻撃として、このみなして反撃します。で日米米韓が個別に同盟結ぶ東アジアとはですね、安全保障の規模あと強度が段違いとなっています。で NATO に加盟するドイツ見ると日本と同様に戦後は軽武装経済重視で軍事費 GDP 比で 1% 台を維持してきましたけれども、まあ、このウクライナにロシアが侵攻したことで大幅な増額を決め歴史的な方針転換をしたということなんですね。でアメリカが NATO この加盟国に増額を求めるのと同様日本にもアメリカは増額を要請するとのスタンスと聞いています。まあ、万が一の際はですね日米同盟でこのアメリカが守るとは言ってもその応分の負担をするべきだという主張なんですけれどもこれ藤井さんいかがですか。うん、それはそうですよ、うん、当たり前ですよね、はい、その日米同盟と言われますけどこれこんな偏無な同盟ないですからね、はい、あの主権が日本にはなくて、で日本は、うん、アメリカに守ってもらうっていうだけで、はい、日本はアメリカを守りますっていう話になってないわけですから、ここも平等にしていくのが、これ日本国家独立にとっての悲願、はい、悲願ですから日本国としての、だから、防衛費の負担増をするのは悲願なんですよ、はい、自主独立アメリカからの独立っていうことにおいてはね、だからなんかこう負担が増えるのは良くないねって言うんですよ。その特に経済系の人とかも言うんですよ、マクロ経済とかの人たちもね、それのおかげで日本は儲かってるんだよみたいな、はいやいやそうなんや金もらったらもうパパのために何でもするんかお前、だからもうパパ活みたいな気持ちになっとるわけですよ、ね、でペペに媚びとけば全部やってくれるからいいのよ、もう何だっていいのよしちゃったらいいのよもうみたいな、はい、恥ずかしないんかお前そしてそこは恥ずかしないのかみたいな、いいのよもうみたいな、はあ、なんやねんお前、だそこから目覚めなきゃダメだってことなんですよね。そう、パパ活しちゃダメなんです、国なんだから、そうなんですね、国なんですから、ね、国なんだから、女の子はちょっとアルバイトでやってんじゃないんだからこの国は、はい、さあそれではここからはですね藤井さんにこのテーマで話を聞きます。電力融通もろさ露呈、先ほどもお話はお伺いしておりますけれども、福島県沖で16日に起きた最大震度6強マグニチュード 7.4 の地震で福島県に立地する火力発電所相次いで被災しました。震源域に最も近い相馬郡にある発電所は石炭を陸揚げする巨大な設備が壊れました。復旧の現在見通し立っていません。また南相馬の火力発電所も停止中、いずれも東京電力管内へ送電していて東電の供給力にも打撃を与える結果となりました。まあ、全部で6つ止まったと聞いています。で政府はですね東京電力管内に出していた電力需給逼迫警報、昨日午前11時で解除しましたけれども、まあ、停電回避これがですね節電頼みの危機的な状況と、まあ、なったという、これは藤井さん先ほどもお話聞きましたけれども改めて由々しき事態だと。いやそうですね、これね前先週ですかね、はい、まあ、こういう発電所というのは地震があったら止まるもんですよと、はい、だから問題ないですよとあの時僕言ってたのはね、壊れてるっても壊れてなくても揺れたら一回止めて点検するから、はい、だからそこはもう、まあ、前提だったんですけど、で止めてチェックしたら壊れとったっちゅう話、はい、そうなんですね、損傷していたというで、復旧3、4日とかじゃなくて、いつ復旧できるかわからんっていう話になってるんですよね、はい、これはもうひっくり返りましたね、。だって散々この10年間ね、東日本大震災以来、はい、発電所っていうのが止まったらえらいことになるということを言ってて、発電システムの強靭化をやらなあかんということで、はい、国土強靭化と呼ばれる取り組みの中でもね、発電のシステムの強靭化というのは最も大切なものの数少ない最も大切なものの一つだったんですけど、はい、あかんやんもう、
ことがね、もう分かっちゃったんですよね。だからこの震度今回7になってないでしょ。はい、なってないです。6強ですね。6強じゃないですか、はい。まあ、この発電所の場所のがいくらなのかちょっと分からないんですけれど、はい、まあ、少なくとも当然6強以下じゃないですか、はい、6強以下で潰れるって、それは特に発電施設っていうのは大事なんですから、はい、潰しちゃダメだろうということが一つですよね。で、変電をね、西と東の変電供給力も上げましょうって散々言ってたんですけど、いや高いから上げませんということになってて、僕はね心底残念でしたね。そうですね、10年間我々は一体何をやってきたんだと、びっくりしましたね。でこの2011年から、まあ、今年11年経ちます、うん、でその間にはこの脱炭素っていうね、この流れもあって、うん、まあ、それはそれで人類にとっては大事なことなのかもしれないですけれども、うんうん、この今目の前で電気がなくなるっていうような、うん、この現実を突きつけられた時に、うん、じゃあ私たちはどう考えどう動いていくのかってところですもんね。全くおっしゃる通りです、おっしゃる通りなんですよね、はい、でこの原発の再稼働が進まないでですね、火力発電への依存度が高い中、広域で電力融通する、先ほども藤井さんにお話しいただきましたが、この能力の脆弱さというのを露呈した形となりました、まあ、ですからこの原発の再稼働も含めてですね、今回のようなこの事態が起きないようにするにはこれ何が必要なのかところですね。いや本当にそうなんですよね、だから我々数少ないね、はい、発電能力しか、当然限られた発電能力じゃないわけで、3.11 の前までは原発というものが非常に大きな役割を、まあ、担っていたのに、はい、今はほとんど使えない状況になっているわけじゃないですか、で使えないまま再稼働できたようなところがいっぱいあって、はい、これはね我が国日本にとって大きな国益の既存になっているなということが改めて今回示されてますよね、もうなんか原発をね、あるのは動かすのダメだって感じがあるわけですけど、はい、この災害リスクでいくと、この間の 3.11 の福島原発事故で皆さん明らかに理解いただいたと思いますけど、止まっててもメルトダウンすることがあるんですよ、はい、だから動かしてるか動かしてないかっていうので、まあ、本質的な原発事故のリスクって変わらないんですよね、はい、そこに存在する以上、だからもうあってリスクがもうそこにあるんだから、それもすでに抱えてる状況なんだから、はい、そしたらもう動かしてた方がええんですよ、うん、そんなものは、でもそういう議論はもうなかなかね、はい、皆さんご理解いただけないですよ、そうなんですよね、まあ、あとはその、まあ、今回のこの電気が足りないといった時にですね、あともう一つそのインフラというかこの、私たちも当たり前という観点から見て電気も当たり前に使っていた、はい、あと東北新幹線、新幹線も当たり前にこの動くっていうふうに思っていましたけれども、あ、まあ、今回脱線してですね、これも、来月の20日ぐらいをめどに、復旧 していくってことなんですけども、まあ、このあたりも気づかされたところではありますね、これもね、もうこの間会議内閣府で内閣官房でやりましたけどね、はい、もう名店ですね。なんでかって言ったらね、鉄道施設は壊れないっていうことになってたんですよ、前提として、もう壊れないように作ってるはずなんですよ、震度7でも、もう壊れないっていうことにこうなってるんだけど、まあ、せいぜい震度6強ではもう当然壊れないっていうことになってるんですけど、もう壊れとるかな、そうですね、壊れとるやんけ、もう壊れへん言うてたやんけって話なんですよ、これちょっと名店ですね、あかんかったんかと、はい、そしたら、全部壊れるぞと、はい、全部というか全部壊れる可能性あるぞと、いうことなんですよね、いろいろね今まで努力を重ねて構造物に関しては壊れないってことになってたんですけど、構造物が壊れちゃったんですよ、はい、これはちょっとやばいですね、橋脚にね損傷があったりだとか敵見えちゃったりだとかね、そんなこともあったし、でこれ一月間分断されてるわけじゃないですか、東北と、はい、関東がね、これはね起こしてはならない事態なんですよ、これは、
まあ、道路だとか飛行機だとかね、うん、いろんな工程使って移動はしてますけれども、まあ、新幹線ってものすごく大きな交通量を運んでたんでね、輸送量があったので、これはね、だって東北と東京の間これ一月程度止まっちゃうわけですから、これね大きな経済ダメージをもたらすんですよね、確実に、そうでしょうね、経済的にもね、でしかも今回なんか超大型地震ってわけじゃないじゃないですか、なんかちょっと大きな地震ぐらいのイメージでしょ、そうですね、マグニチュード 7.4 で震度6強、そうそうそう、まあ、これ揺れは大きかったですけど、大きいけれど、ほらね、こんだけやられとると、だからね、今回発電所もあかんかったし、それで新幹線もあかんかったわけですよ、これ国土強靭化の中で起こしてはならない事態に入れている超重要項目のうちの2つなんですよ、具体的には8分の2なんですよ、8つ起こしたらあかんちゅうことがあって、その2つ起こしてもおとるやんけみたいな、あかんで、そうですよね、あかんでっていうことなんです、どうするんだってことですね、この程度の揺れで、2つ起こしちゃってるやんもう、ほな、なんとらとか首都直下地震っていうのが、いわば、国土強靭化にとっての、変な言い方ですけど、メインターゲットになってて、今回は、まあ、サブサブターゲットでね、これぐらいは軽く乗り越えるやろみたいな、その、でやられてるわけですよ、もう鳴り物にで甲子園出て PL 学園がもう1回戦で10対3で負けたみたいな、お前優勝するかどうかの話、こんなはずじゃなかったみたいな、1回戦でお前それ無名校に負けとるやんけみたいなぐらいの話ですからね、ショックなんですね、それだけ、これはねちょっとめちゃくちゃ弱いってことですよ、うちのチーム、いやまずいな、これ勝てへんやん、これそこからもう一回練習し直さなきゃいけないってことですね、だからもうそれもこれもプライマリーバランスがあるから、あそうですか、比率があるから、強靭化できてないんですよ10年間、主戦動画をって、いや大問題ですよねこれね、めちゃくちゃ洒落ならんのですよこれ、はい、時刻8時39分です。文化放送テラちゃん、おはようテラちゃん、時刻8時50分です。ここで鉄道の情報です。人身事故の影響で運転見合わせていた西武池袋線と西武豊島線、先ほど運転再開しました。なお西武有楽町線、引き続き運転を見合わせています。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ビジネス最前線です。最大震度6強を観測した福島県沖の地震で、発生から1週間となった昨日も福島県内では一部地域断水が続いています。今回の地震では宮城福島両県で最大およそ7万戸が断水しました。昨日の時点で福島県の相馬市や南相馬市など、全部で120戸で断水が続いているといいます。89歳になる高齢者の男性は、風呂に入れず洗い物もままならない、早く元の生活に戻ってほしいと嘆いていました。耐震化されていなかった送水管のこの損傷が目立つといいます。完全復旧にも時間を要する見通しであることのようなんですがね、藤井さん、このライフラインと言われている、ま、あの電気ガス水道のこの水道ですよね、これが1週間経っても戻ってこないっていうのは厳しいですね。そうです、これね、水道はね、もうすごい古いんですよ、高度成長期の時に作ってね、それで埋まってるので、耐震補強しようと思ったら、まあ、変えていかないといけないんですけど、掘り返して変えていくっていう作業があるので、まあ、それなりにお金かかるんですよ、だからこれをね抜本的に強化するためにはものすごくお金をかけてやればいいんですけど、まあ、例によって日本の政府は行政もお金ありませんねんって、まあ、言ってますからね、まあ、水道料金の範囲でぼちぼちやりまんねんと、いうふうに言いますからね、だからね、めちゃくちゃ亀さんの速度なんですよ、もうその強靭化の速度が、ね、もう年間 1% ずつとかね、もうなんか 1% もないところもありますし、でもう半分ぐらいまだ耐震補強、維持方針とかできてない状況で、だから地震が起こったらもう断水するってもう分かってる状況なんですよ。だからこれ
まだ笑ってしまいましたけど、これまあ東日本大震災以降強靭化でね、はい、これを抜本的にお金をかけて、耐震補強していきましょうと。そうじゃないと水が来なかったらそれで追加的に死ぬ人が出てきてしまうじゃないか、まあそんな議論してたんですけど、相変わらず安倍さんでノロ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 っていう感じです。厚労省によると主要な水道管で耐震性がある割合が都道府県別では福島は 56.3%、全国平均も 40.7%、 決して高くはないですよね。で、厚労省の担当者は耐震化されていない水道管の被害が大きい、対策を推進しなければならない、まあ、こういうふうに、まあ、それは当たり前なんですよでもお金がないからそうなんですよ、その亀さんなんですね。もう本当にプライマリーバランスのせいなんです、はい、お金がないんじゃなくて、出し持ってる出しケチなだけなんです、ケチなだけ、はい、政府がだってお金吸ってるんだから、そのお金使うの何がもったいないねお前って、はい、どうなんかお前っていう話、だって国っていうのは、うん、国民の幸せのためっていうか政府はのためにいるわけですよ。そうなんです。それ縛られてね、こっちは一週間もこの風呂とか入れなくてもう不幸じゃって言ってるわけですよ。そうです。なんとかしろよって感じですね。でね、かつね、この水道ってあのひねったら出てくるじゃないですか、はい、ひねったら出てくるっていうのは当たり前でみんな思ってるかもしれませんけど、これ圧力かけてるんですよ、はい、圧力かけてるからピュッてあれ蛇口開けたら圧力でピューって出てくるんです。あれ圧力が抜けたらひねっても出てこないんですよ。で圧力ってね、はい、風船と一緒で穴開いてたらダメなんです、はい、だからね、あの当たり前ですけど、水も漏らさぬように水道システムができてはダメなんですよ。きっちりさせておかなきゃダメだってことなんですね。そう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 、どっかでピリってなったらそれで水出てこなくなって、で断水ってなるんですよ。だから全部強靭化しとかなあかんです、だから90、例えば 8% ぐらいしっかりしてんだけど、うん、2% がダメだから出てこないってこともありうるってことにもなるんですよ、なるんですよ。だそこを直さないともダメです。これで今半分ぐらいしか強靭化されたでしょ、また地震でそれも何十箇所もなってしまったら、それは断水ずっと続きますわ、いやだからこれ給水車が来りゃいいって問題じゃないですからね。違うんです、違いますものね。これはこれはね、もっと早やれと僕はね言ってるんですけど、進んでないですね、もうアホですね。ここにも問題がありますね。プライマリーバランスのせいなんです。プライマリーバランス、はい、ビジネス最前線でした。文化放送おはよう寺ちゃん。ここでお口の恋人ロッテからのお知らせです。人生100年時代、歯の健康はいつまでも大事ですよね。大切な歯のために毎日の歯磨きとともに定期的に歯科医院へ検診に行くことをお勧めします。それらに加えてキシリトールを取り入れてみてはいかがでしょうか。ロッテのキシリトールガムフレッシュミントは虫歯の原因とならないキシリトールを配合していて、歯の再石灰化を増強するこの成分を配合した特定保健用食品です。清涼感のあるミントのフレーバーで食事の後ですとか仕事のお供にぴったりです。お手軽なオーラルケアの一つとしてお楽しみいただけます。今朝は抽選で10人にキシリトールガムフレッシュミント20個セットをプレゼントします。ご希望の方はtera@joqr.net tera@joqr.net 件名にロッテプレゼント希望と書いてご応募ください。おはよう寺ちゃん。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。産経新聞の記事ですね。厚労省に新型コロナウイルス対策をアドバイスする専門家組織は昨日会合を開き、感染の見通しを分析しました。京都大学西浦教授らのチームは、広がるスピードが速いとの指摘があるオミクロン株の派生型 BA2 が今月末には東京で大多数を占めるようになり主流化するという予測を示しました。その割合、来月4月1日時点で
82%、 5月1日時点で 99% になると予想しています。また今後のオミクロン株流行のシナリオも提示、これまでの BA.1 から BA.2 に置き換わったり、留学生などの入国者が増加したりすることで最も感染者が多い場合は第6波に近い状況になることもあり得るとしました。藤井さん、このオミクロンの派生型がもうこの主流を占めるということなんですね。まあ、そういうこともあるでしょうね、あるでしょうけど、でそうは、はい、だから何、あだから な、はい、なんなん西浦さん、何が言いたいの自分、何が言いたいのって感じですよね。何もう一回自粛しろって言いたいの、あ何なのっていう、はい、なんか煽りたいのっていう感じですよね。だからこれが一体何なのかなっていうことですよね。何したいんですかね、この人ね。そうですね、まあ、オミクロンの主流が、オミクロンの主流じゃないや、東京のこの主流が感染が BA.2 になるという、まあ、この事実というか現実ということなんですかね。はい、藤井先生どうもありがとうございました。はい、おはようテラちゃん、また明日、今日もいい一日になりますように。